開することができますので、ラインの短縮化が図れ、ラインの設備費が大幅に低減します。また最新の機械要素とモータードライブ制御で信頼性もアップ、保全作業が軽減することで作業者の負担も軽くなります。3つ目の特徴は省エネです。軽量化と高減速比によりモーターの電流を低減することで、消費電力は従来機に比べ最大で 19% も低くなりました。またロボット待機時には電力低減機能により最大で 90% の省エネを実現しています。皆様恐れ入ります、後ろ通路となっておりますので、前一歩前にお進みくださいますようお願いいたします。さらに日立と小原株式会社が開発しました世界初のタイマー一体型ロボットコントローラー FD11 により、溶接条件の設定や溶接履歴の管理が行えます。また規定数以上が同時に溶接をしないように制御することで、ライン全体のピーク電力を低減する溶接軌道スケジューリング機能も装備しています。それにより契約電力自体を減らすことができますので、大幅な省エネが実現します。 SRA166 を制御している FD11 は高速 CPU の採用により、サイクルタイム、動作、軌跡、内部処理時間など制御性能が大幅に向上しました。リーチペンダントも小さく軽くなり、操作キーも一新。また